こんにちは。こんにちは。ルイです。金子です。僕のお客さんで、40代の女性の方なんですけど、以前紹介した寝ながら足踏み、あれで2ヶ月で体重がマイナス4キロ、太ももがマイナス3センチ、こうやって効果出ましたよっていうご報告を受けました。すごいですね。はい。あれめちゃめちゃ簡単な運動だったよね。めちゃめちゃ簡単です。ちょうど寝ながら足踏み系の動画を紹介しようと思ってたんですよ。おー、タイミングで前にやったやつプラスもうちょっと負荷がかかればもっと効果出るんじゃないかなって、皆さんさらにシェイプアップできるようにぜひ一緒にやりましょう。そしたらまず最初はですね、そのまま足をトントントン、これだけです。はい。軽くやるだけ。はい。30秒いきます。よーいスタート。ポンポンポンと。なんてことないですね。なんてことはない、なんてことはない体操をなんてことはなくやりたいんだよ。そうですねなんてことなく結果出したいです。そうですね。はい。もう寝てるのか起きてるのか、はい、この夢うつつな時、はい、そこにネバーランドがあるから。おー今ネバーランドに向かって歩いてます。そうですね。歩を進めてますネバーランドに向かって歩いててください。はい、はい、OK です。はい。そしたら今度は膝を曲げて、はい、そのままポンポンポンと、そうポンポンポンといきます。はい。よーいスタート。ポンポンポンと、こんな感じです。ちょっと道のりが変わりましたね。そうですね、はい、少しこう膝を曲げないと入れない道が出てきたんで、はい、はい、次のステップに行った気がしていいですね。そうです、そうです、そうです。そういう風ないろんなねイメージをしながら、そうですね、はい、目をつぶってやるといいね。はい。割と結構、まあ、視界は、まあ今夜ですね。あ、そう。はい。それ目つぶってるからしよう。ただ暗いだけでしょ。はい、OK です。はい。さあ今度は足を伸ばします。はい。足を上げれるところまでドン。そうそうそう、そのまま足を踏みます。おー、よーいスタート。はい。はいと。あ、今なんか、はいと。そうかそうか、そういうことね。ちょっと大股でね、はい、寝ながら足踏みですね。ちょっとそうですね。はい。大股じゃないとちょっと向こう岸に行けないな。そうですね。はい。頑張って。ですね。これ足上げることによってこの腸腰筋がギュッとなるから。そうですよ。お腹にもいいですね。はい。ただ寝ながらこうやってやるだけ。はい。いいです。いいですね。最高です。最高。はい。ノンストップで今日もお届けしていきたいと思ってます。はい。はい、OK です。はい。そしたら今度は膝を曲げるこの足踏み。ドンと。はい。いきます。はい。よーいスタート。そう、そんなねガツンとやらなくても普通にスンスンと、そう、ちょっと足を上げてもも上げ更新みたいな。そうですね。そうそうそう。あ、これちなみに、はい、その言ってたお客さんは朝やってたみたいです。あ、なるほど。毎朝、毎朝ね、毎朝やってたみたいです。それでね4キロ痩せるやんね。はい。大したもんだよ。大したもんですよ。でもやっぱ毎日運動するってさ、はい、これだけで偉いよね。いやそうですね。はい、 OK です。はい。そしたら今度は膝をパカッとしてそのまま足踏みポンポンポン、30秒いきます。はい。よーいスタート。足の小指側の側面で地面を歩いてます。ポンポンポンと、この形で足を上げると内転筋をね少しこう動かさなきゃいけないので少ししんどいと思います。結構これきついですね。そうなんです。いいです。獣道だな、ここは。これはもう太ももね、マイナス4センチになりますよ。これはね、ダウンしますよ。ね。視界が悪くなってきたね。ちょっとそうなんですよね。さっきから草木が。はい、OK です。はい。さあ、今度内股。そうです。そのままブミブミします。はい。よーい、スタート。これは相当きついです。これは、なんか水中ですね、今。そうだね。はい。ちょっと今、川の中に入っちゃったかな。はい、そうですね。川を今ちょっと渡ってます。いいです、頑張って。はい、頑張って。いいですよ。トン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 、はい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 、頑張って。トン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 、はいはいはい、はい、 OK です。よし、渡り切った。さあ足を伸ばします。はい。今度は体をひねって交互にトン、はい、トン、左右に足踏み。なるほど。いきます。はい。よーい、スタート。トンと。トンと。ちなみに、はい、先ほどからお伝えする、この、紹介するお客さんなんですけど、はい、なんで朝やってたかっていうと、うん、いちいちこう、運動するっていうと、その環境を作んなきゃいけないとか、はいはい、改めて時間を取らなきゃいけないとかで、はいはい、なかなか続かないと。確かに。ただこうやって寝ながら足踏みは、もう、絶対毎日寝起き、寝てるから。確かにね。
スタートはこれだもんね。スタートはこれなんで、なるほど、準備せずにできるからって言ってました。すごい、なんと効率のいい、効率のいいね。はい、 OK でーす。よっしゃ、今度は上にエアウォーク。そう、エアウォークです。はい、最後です。よーい、スタート。ネバーランドは上にあったか。そりゃそうだよ、ずっと上に向かって歩いてた。いろいろ森とか川とか渡ってきたけど結局上か。エアウォーク。上に向かって足をこうやってトン、トン、トン、トンと、はいはい、頑張って、もうちょいだから。確かに見えてきたネバーランド。そうです、ネバーランド、そこにあるのが約束のネバーランド。おお、最後裏切られてしまった。はい、 OK です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。寝ながらウォーク、本当になんかもうぐるーって今歩いてきたみたいな感じです。確かにね、めっちゃ汗かいてる、はい、朝方これぐらいだったらね、寝起きにちょうどいい。ああ、そうですね。毎日ちょっとでいいので運動を取り入れて心も体も健康になってください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようなアクアンス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画を投稿しているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。